どうも、トータス一門のトータスです。これが西の端なんですけど、西南西ムーンなんとかより西に行ったところ。え？ありがとう、なんか。急に。あ、行けるんや、これ。あ、しかも鍵ある。ここなんか見えへん鍵あるわ。覚えとこう、ここの鍵。忘れそう。新たなところへやってきましたよ。デルモンスターは一緒。いつだってゴリラ。もうゴリラ率の脅威のゴリラ率。まあまあまあ、だいぶ強なってきたわ。いやもう猿の惑星かってぐらい出れんけ、ゴリラ。ああ、でもいいよ。なんかバランスよくなって倒せるようになってる。なんもない。砂漠に抜けてなおゴリラが出る。ゴリラ、勢いありすぎやねんで。この状況で9を与えるってだいぶ強ない。なんやあれ。うわー、メタルスライムやー。もうこれバギーで頼む。うわあ、倒したかったな。倒したことないもんな。テンション上がった今。うーって体温上がった。うわあ、怖いやつ出ていた。やれる。おい、マンイーター怖いな。ああ、その会心の一撃、あと6ターン前ぐらいに出しといてほしかったですね。すげえ、なんかうわ、これ強いやつやで。ギラいらんかったな。お、誰や、パイタンかな。900やったもんな。あと素早さが上がっていく。すげえ広い。トヘロス使ったらちょっとあれかな、マシになるかな。うわ、またや。どうよこれ。またタワーやん。あ、これか。おお。いいえ、ドラゴンの角。あー、これや。絶対これやで。あ、で、おーい、テンション上がる。やれるやれるやれるやれやれやれ。1。ああ、もうくそが。ファイターもベホイミ覚えてるやん。絶対ここを上から飛ぶんやで。
お前、入りきらんかったからこっちまで来てるやん。よし。めんどくさいな、これ。いた。カブトムカではもう魔法で倒すのがいいっていうのが分かったから。ナイスバイタン。レベル22より強いんか、ここのやつら。結構開けたつもりやったけどな。23かも。遠い。わあ、怖そうなやつおる。あんなん何されるかわからない。マンイーターとかメドーサボルとか。なんかあれやな、大幅に全部変わるっていうよりは、うわぁ、すーわ、マンイーターも出てきたで、おい。ピュー、ピュー。全然効かん。うわぁ、ない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 、あんなあかんで、絶対に。なんなん、バギーは当たりどころがあんのこれ。ベホイミ便利。気づいてないんやったらもう。いけるいける。へえ。あんまり昨今のドラクエで見るキャラクターじゃないよね。俺まあドラクエなんてテリーのワンダーランドぐらいしかやったことないけどさ。なんかもっとなんか、こ、長ない？半分でよくない？うわぁ。またパーのやつ。タイタンそれされたもうただのほんまメスやから。経験値はうまいけど、毎回行ったり来たりするのだるいなと思ったら、そうか、行ったり来たりする必要ないんや。えらいもんでようできたあるな、そう考えたら。なあ、ルーラが使えるから、もう二度とここに来ることはないんや。やったや。はい。ヒュー。ああ、なるほど。このためだけにあるやん、風のマント。うまっか、あれ？なんや？なんや、雨露の糸って。もう大事なもんや、まだ太陽の石みたいな。これは怖いからやめとこう。また向こう戻ったら目も当てられん。ここ敵出えへんねん。向こうはパンパンやったの。こっちが渡ってこれんのか。こっちの方が人おらんのに。あ、見たことあるやつや。なんか首くるくるくるって回して戦う、なんか襲いかかってくる変な踊りとか踊るやつや。
わあ、見たことあるやつや。おうし。誰や？いいよ。パイタンがついに二桁レベルに。ルカランいいで。あ？またなんか洞窟あるな。バギマ。え？ショックすぎるんやけど。ショックがでかすぎるんやけど。待って。なんでな。死神や。もう色合いが。ニンニンコミックのやつや。色合いがニンニンコミック。あ、町や。もうここ以外行くとこない。どうするつもりなのこれ。港町ルプガナにようこそ。アレフガルド？うん。王様がよく知るさ。あ、それは596226977。はい。なんや？高い。なんか手に入るかな。そうやろ。アレフガルドってワンのとこじゃん。ワンとこ行けんの。え、ワンのとこ行けんの。バニーガールや。パフパフする。パフパフパフ。もうすぐよ。パフパフや。噂の。なんか落ちてそうな勢いやけどな。酔っ払いや。あ、福引券持ってない。船！うわ、むちゃくちゃ襲われてるやん。あー、なるほどね。まあ、ええわ。うわ、魔導士の杖めっちゃ攻撃力上がるやん。うわぁ。三河市の服三つ欲しいんか。で、魔導士の杖が？あー、これでもユスの攻撃力も上がるやろ。魔導士の杖二つ。高ない。持ってるけど、俺金持ってんねん。ほら。あるだけ出しとこ。金持ちやねん、俺、実は。魔導士の杖を。はい。すごい丁寧に説明してくれる。三河市の服は3つ欲しいな。強っ。いや、よかった。金持っててよかった。しばらくこれでやりくりできるやん。え、ちょ待って。祈りの指輪高すぎへん。1万ゴールドぐらい使ってしまったね。聖なるナイフ、あんなになんか必死になって買い与えたのにすぐいらんって言われた。金は預けとこ。あれやろ、よそ者に。まだ6000ゴールドある。
次の町までにまた溜まるやろうから。もう明らかに困ってるもん。いいえ。ブレムリーやってよ。やれるもんならやってみろ、お前。こうしたらお前、今やもう強くなったぞ。あーもう無理無理無理、そんな本意味で追いつけるようなダメージ量じゃないから俺は。お、ちゃんと、あ、やばい、デューンっていう音やった。パンチングやった。あ、絶対船や、絶対船や。無言娘、船。何何、どこでどこで。嵐の夜だけやったら分からんって、そんな。おーおーおーおお、楽しいな。おい、船乗れるんか。敵出んのかな。あ、出るわ。うわあ。ちゃんと空飛んでる。まあ、アレフワールド行けって言われる。アレフワールド行く。割と気になってる ところは何箇所もあるんやで。お、いいっすかな。うわぁ、なんか急に、お前なんかバラエティ豊かになった。あ、ミウシには逃げられた。ドラクエ感出てきた。もうハーゴン倒せるやろこれ。アレフガルドへ、まあ、とりあえずちょっと上陸しよう。うわ、これ絶対嫌。なくすなくすなくす。ちゃんと分かりやすいところを置いとかな。この辺に置いとこう。わあ、俺、うわあ、泥人形なんかあの時出やん、当時は出やんかったのに。あ、そこがそうちゃん。夢の。え、そんな激アツ展開あんの？ワン、ツー、スリーは？ほら、だってあれ竜王の城やん。うわあ！ラダトーム城やん。お帰りなさいよ、熱い。はい、そうです。城の形ちょっと変わってるやん。え、熱っ。うわ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 、激アツ激アツ。なんで行きやんねんお前。くそが。あの広い海の中で探すんや。ほんまや、合体してる。おんぼろりー。ああ、取ったわ。お前ここ、お前やってくれるな、おい。
鉄兜と大金槌欲しいやん。銀行ある？え？え？あれ王様やろ、どう考えても。おらんようになったで、有名な。何屋やこれお前。でも納品ってやな。どこへ行ったらいいかわからんな、これ。